比叡山の南の外れにある無動寺谷。ここに今も12年間山にこもって修行を続けている僧がいます。千日開放行に挑む星野遠藤さんです。開放行者のいでたちは上衛と呼ばれる朝の白装束と決まっています。行を半ばで挫折した時、自ら命を絶つ覚悟を示した死に装束とも言われます。部屋の中でわらじを履くのも、本来不吉とされていることをあえてすることで死への覚悟を表しています。未だ開ききらない蓮の葉をかたどった傘、未熟である自らを見つめて歩くという意味が込められています。平成16年3月28日午前2時、この年の千日開放行が始まりました。星野さんは8年をかけて千日開放行を満行し、その後も比叡山にこもって12年間休むことなく修行を続けようとしています。千日開放行3年目のこの年は、無動寺谷から峰々をめぐり山麓の町を経て戻るおよそ30キロを歩きます。それを一日も休むことなく100日間続けるのです。開放行は礼拝の行でもあります。寺や神社から野仏まで定められた場所で神言やお経を唱えて礼拝し、また歩き出します。拝む場所は260箇所に上ると言われます。礼拝を繰り返し歩き続ける千日開放行。年ごとに歩く日数や距離が増え、千日の満行までに3万数千キロ、実に地球一周に相当する距離を歩き通すのです。午前3時過ぎ、30キロの道のりの中で唯一腰を下ろせる場所に着きました。京都御所の方角に祈りを捧げます。最澄の時代から1200年、下界の喧騒から遠く離れた比叡山の山上には、今なお世の平安を祈りながら
修行に打ち込む僧たちの聖なる世界があるのです。星野さんの千日開放行は233日目を迎えました。ここまでは大きな怪我もなく順調に続けてくることができました。礼拝の行といわれる千日開放行、歩きながら繰り返される礼拝は天台のあの教えが元になっています。三千草木必須仏性、山や川や草木一切のものは仏になる可能性がある。開放行者はお経や真言を唱えながら心を整え、一目一草に仏性を感じ取って祈りを捧げます。普通は見向きもしないものへの礼拝を繰り返すことで、自分がすべてのものの関わりの中で生かされ生きていることを感じ取ってゆくのです。行者は毎日同じ道を歩き、同じ時間同じ場所を通ります。はい、どうぞどうぞ。麓の町で星野さんを待っている人がいました。家事祈祷を願う信者さんです。ありがとうございました。もうすがすがしいお顔してはって、立派な偉い行してはんの偉いなと思います。やっぱりああいう行してる人にこう家事してもうたら気分がスッとなって、いや健康になるように思うんです。家事とは自ら積んだ功徳を分け与え、人々の苦を取り除き幸福を祈ることです。これも行者の務めなのです。一日に歩く30キロの道のりの中で最も険しい無動寺坂を登ります。午前2時に出発して6時間、無動寺谷に帰ってきました。わらじはすっかり擦り切れています。なんかたまにふっとした時にぐさっと行く時はあります。そういったのはこれですから、足の指の裏こう今ふっとした一瞬に枝が刺さったんですよ、指に。特に足は去年よりは全然綺麗なもんです。去年はもっとパンパンに腫れてたんで、この時期は
体は、はい、おかげさまでなんとか今のところまだ順調ですね。まあ、特に大きな事故もなく、体も体調も特に崩さず。星野さんは履きつぶしたわらじを捨てないで取っています。行の厳しさを伝えるわらじ、まさに星野さんの解放業の道のりを物語っています。幼い頃から喘息を持ち病弱だった星野さんが千葉県の実家から延暦寺に来たのは15歳の時。体のためにと知人に勧められて出家し、山での修行を始めました。小僧生活を送りながら高校、大学へと進学。健康は取り戻しましたが、そのまま延暦寺の僧として生きる道を選んだのです。24歳で三年老山の常行三昧を終え、正式に延暦寺の住職となった星野さん。しかしそこでとどまることなく、さらに高いレベルを目指します。命がけの千日解放業に挑戦することを決意したのです。その最後の決心決めるのがやっぱり時間かかりましたね。そのできなかった死なないといけないという、本当に入ってしまったのはいいですけど、それで後戻りできないので、できるのかなという一つの不安もありましたけど、ただそれをあえて避けるんだったら、もう
もともと長く向こうに実家にいたら長く生きられなかったんだろうから、今だから言えるんですけど、うん、だろうから、もうそれだったらもうそれだったらそれあのその命をここにあのこの業に捧げようみたいな、うん、そういうのもありましたけど、うんうん、星野さんは無動寺谷の大乗院で一人で暮らしています。その日の行を終えても休む間もなく炊事、洗濯など身の回りの雑事に追われます。きれいにしないことには真っ白なので汚れ目立ちますし、でも少しでもやっぱりきれいなものを着たいというのもありますし、これ今は左右大に物の過去と市場の恩恵によってこの業種を幸福ついんでしこならいよ他人たちの乗ったのとはです。即どこ年中しなどしないらばです。いただきます。食事はもちろん精進料理です。体力を養う献立を考えるのも大切な日課です。寺の住職としての朝夕のお勤めや掃除まで全て一人でやらなければなりません。睡眠時間わずか4時間の日々が続きます。7月5日比叡山の山中に漁を続ける星野さんの姿がありました。この日全日開放業は300日目を迎えました。歩き終わって無動寺谷の明王堂に参拝。3年目の開放業はこれで一旦終わりとなります。この年3月末から休みなく歩いて100日、無事この日を迎えることができました。次の春が来ればまた100日間歩き続ける行が始まります。千日開放業の満行はまだまだ先のことです。